時刻は深夜十二時三十分を回りました。ネオジャポニズムの瀬戸美るかです。福田美優です。そして、学天速の奥田修司です。ここからの三十分は、戦うがコンセプトのアイドルグループ。ネオジャポニズムのメンバーが、ラジオで様々なことにチャレンジする。ネオジャポのファイト・フォー・ザ・レディオのお時間です。はい、はい、八、えー、月二日からの三日間ですね。うん、日本最大級のアイドルイベントティフがお台場で開催されておりましたけれども、三日間とも。はい はい、出演はいお疲れ様でございました、はい、ありがとうございますあいかがでしたかあのデビューしてから毎年出させていただいているんですけれども、うん、あの3日間出演するっていうのが初めてでして、うん、すごい充実した3日間になりましたね、うん、いいですね、うん、何ステージぐらいやったんですか6ぐらいやった だねひなちゃんとかはコラボステージみたいなのがあったりしたのでそれに出演したりしてたんですけどうちらのネオジャポ自体のライブは5ステージあってメインステージにも立たせてもらったりあとなんか野外でなんんていううだろ浮島ステージっていう丸くなってるステージがあって360度お客さんがいらっしゃる状態のステージみたいなのがあってそういうのは結構。あの フォーメーションとか変えたのでほう、ややこしい楽しかったよ楽しかったややこしくないんやいや、ややこしいよねでも最初前がどこかわかんなくてめっちゃ迷ってたなんか、あのだいたいステージって四角であの前に番号振ってあるじゃないですかはいはいはい、そんなイメージそれがあの両端にあってでも丸だからうちらどっちを前にしてああなるほどやるかっていうのであのさやかちゃんとかがあのこっち、こっちやってって言ってあののそもう SE のこれ、うん、手拍子終わった後にもうこそこそ話でこっち前ねオッケーオッケーみたいな状態で始まるっ,っていうふ <laughs> うに、うん、始まったっていうそうですねなんか、うん、そういうのでさいっぱいステージあるとさややこしくならへんここの間でここ行っといてくださいみたいな、えー、この何時の間にここに入っといてくださいみたいな<ー>正直それはマネージャーさんがもう全部やってくれたから <laughs> あ,ううと、ね、<laughs> あと10分後に行くよみたいなの言ってくれるから <laughs> あ,ありがたいね、うん、はい で、なんかパスみたいなのを常に首から下げとかないと出入りができない状態なのでそれを忘れるともう一回楽屋に取りに帰るっていう面倒くさいこともあったり、うん、あれしんどかったけどでもやっぱいろんな人がいましたよ。あの 有名な方がいらっしゃったりとかスタジオだったんで楽屋がいらっしゃったり、うん、あとはすごいやっぱり大好きなアイドルさんと、うん、あのトルが前後になってそのパフォーマンス見させてもらったりとかして結構私自体も充実した感じだったんですけど楽屋ってフジテレビ内な,なんや。あーそうですね、うん、なんか多分 何かのスタジオとして使われるようなでっかい倉庫みたいになってるなんか上にもライトが下がってるようななんて言うんだろうそういうあそういう感じのところに多分アイドルがめちゃめちゃ収容されてて収容やなあの本当に多分何百組とかのレベルなんですよそうやんね出演者がうんだからそれでまあ3日間出たけど例えばその出てる人の中でその大楽屋から出て個別楽屋になる人とかもおんの いるよねいますあじゃあもうそれ目指しましょうよあれなんか三日目いなくないみたいなこのグループあったよねあるよねそういうのそれはその大学園にいなくなっただけってこと多分個別個別わーワンランク上がってるやんずるいよねいやそれよ それ目指しましょうよ <laughs> え。でも去年、うちはそれだったよね。そう、だっけ、一日 <laughs> だけ、なぜか個別学になった時があって。おうおうでも、勝ち組ではいい、イェーイみたいになってたんですけど、うん、今年は三日間とも。大楽や。音楽やで、はあ。マジかって。ああ、なるほどね。別になんか悪くないんですよ。あの、その空間が嫌とかじゃないんですけど。うん、なんか、そのね、ちょっと悔しいなあ。いわん、裏方の方からの、なんか、その。<laughs> うん。 いやネオジャポスさん大楽屋ないっしょさすがに個別っしょみたいなやだそんなことさすがに個別行かなきゃダメっしょみたいなこう会話になってくれてたらしいもんね評価高いってことやもんねやっぱりファンの方には見えない部分だけどうちらはもう来年はもう個別になろうみたいな気持ちでは今それはあるある俺らもわかるわそれはなんかそういう個別やったりとかあるんですかそういう個別だったり大楽屋だったりみたいなあるあるそうなんだ 今はでも、まあ、個別、まあ、吉本劇場やから大楽屋もありや個別もありやって感じやけど、うん、まあ個別が少ないけど東京の場合は。<ー>やけどそのテレビ一曲行かして頂いた時とかに「うん」みたいな。うんならそうそうたる人たちの名前がこう楽屋に貼られてるの前をめっちゃ奥まで通っていって「うん、リハーサル室」って書いてるところに3組。 とかかななった時に<ー>なるほどこっからですね私は <laughs> さあさあ申し上がりましょうとさあ個別にいきましょうと、うん、まあしゃあないかってえなりかずきって書いてたもんなみたいなえなり個別は空っていう、うん、学生族それ大部屋よってなるけどあ<ー>まあこっからね頑張ろうということですよね。よねうん、はいということでねまあィフに行かれた方もたくさん聞いてくださってると思いますので、うんえー、今夜も最後までぜひお付き合いください。はい、今夜の1曲目は「私瀬戸見るかの選曲」です。 えっと、これは私が TikTok にあの踊ってあげた曲なので皆さん是非 TikTok も見てくださいよろしくお願いします、うん、はい今夜の1曲目は私瀬戸見る花の選曲です ティフとか行ったことあります？一回だけあるから昔。モモクロとか見に。えー、モモクロ。めっちゃ前も。出てたんだ。うん、十一年ぐらい前。えー？二千十三年とかと。ティフって歴長いんですね。え、ティフってだって来年で十五周年って言わなかった？<laughs> えー、うん。めっちゃ最初の方だ。めっちゃ。めっちゃ最初の方。うん。 お台場になったなったぐらいの時やつも最初品川やったもん1回,目、えー、1>, 1回目品川ステラボールやってそう、東京アイドルフェスティバルってやって AKB 全盛ぐらいの時めっちゃ、うんうん、2010とかかな、えー、が多分1回目でそんな15周年やから、うん、で、えー、AKB がそのまあフルメンバーじゃないと売れてたし、うん、で その時ってその a. K. B. K. グループがめっちゃ多かったから。基本的にまあ。もう。曲に。声が入ってるような。のが基本みたいな。大人数でラインダンスの綺麗さを見せるみたいな感じやったのよ、要は。その一個一個の振りがとかいうよりは。なんか団体芸みたいな。感じやってんけど、そこで。声枯らしながら。生歌やったももころが見つかんのよ。あーなるほど。そう。 みたいな AKB オタクとかその辺のオタクがすごないみたいになってそっからももクロブーム始まるのへえそフならティフティフめっちゃ出回ったもんあの時映像そう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 時はあれですかうそ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 ういうそうそうんうそうんうないそう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 そしそう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  言うて。言うて最近。はあ。アイドルの歴史。うん。じゃ、いつかホワイトボードに書いて教えるわ。<え> <laughs> ありがとうございます。それはいい回ですね。はい。インターフェームニュージャポのファイトフォーザレディオ、ニュージャポリズムのセット見るか。 福田美優、学転塾の奥田がお届けしております。さあ、えー、リスナーさんからいただいたメッセージ、メールご紹介していきたいと思います。はい、えー。ラジオネーム都内で5万名くらいの厚ガリさん <laughs>、えー、最強かわいいネオジャポの皆様、そして座せか二代目王者の仮面奥田さん、こんばんは。こんばんは。もう無視しますよこれ、ね <laughs> えー。複数のネオジャポ動画、ネオジャポ同情動画で奥田さんの癖を見つけました。 それはガチ笑いの時に座っていた場合立ち上がって後ろを向くというものです <laughs>、うん。立ち上がる、はいはい。プロ意識高い奥田さんがカメラに背を向けてしまうほどのネオジャポの面白さは素晴らしいと思います。僕はいつもニコニコして動画を見ています。本当に感謝です。いつも可愛い笑いをありがとうという。<ー>うん、いやそんなに笑ってないですよ。え？でもこういう時はあるああるんですか？あるんじゃないですか？なんかそれはなんか。 うん、うん、言われたことこの人が俺の X に言ってきたんかなわからへんけどなんか言われたこと2回ぐらいはあった気はするけどえーえー、探してみよううん何の時やったっけな <laughs> なんか終わりますドッキリした時かなあ<ー>終わりますドッキリした時にあの滝沢さんが高知弁全開で、うん、その終わるって言われた時に <laughs> これは自分らが何もできんかったっけ見捨てられるがですかって <laughs> でももう、明治維新やんと思って。<laughs> 土佐藩やないのってなって、それはさすがに面白くて <laughs>。そ,それはなんか笑った覚えはある、めっちゃ。でもすごい、このファンの方はすごいよく見てらっしゃいますね。うん、確かにね、俺のことなんか見なくていいんですよ。最近リニューアルしましたけども、ねも、うん、ャボ道場、F、まあ、ファイトだったりなんかいろいろあるらしいですね。意味はね。うんうん、はい。どうですか、最近。 ねおジャブ登場。そうですね。それこそあの今日収録したじゃないですか。うん、そうですね。うん、さっきやってきましたね。なんかあれですよね。いろんなことをやるようになってきましたよね。まだ言えないか。あれこれ流れてんのかな。どうまだ今日撮った分はまだ一個も流れてないんじゃない？うわーあ<ー>そっかじゃあ言えないじゃん。八一三でしょだって。だからまだまだ焼肉焼肉食ってんじゃない？じゃあ全然言えないけど。うん、うんうん まあ、いろんな多岐にわたっていや作家さんもよう考えてくださるよね,ねああいう企画っかゲストさん呼んでくださることとかもちょいちょいあるじゃないですか。あるね。うん、なんかそういうの自分たちがやりたいこととか,なんかプロの方呼んでとか、うん、そういうのもなんかちょいちょいあるから、うん、なんか今後もそういうことできていったらいいなと思うんですけど。ファイトーザディオはちまきなくなったのがちょっと嬉しいです、ね、あかる私は、うん 一番下だったので。ね。はい。ファイトフォーザレディオにも韓ドルさんとか来たけど、<あ>道場にも道場は俺らはいない時に来たん。か。行ったんや。ネオジャブが行ったんやね。そうですね。そうね。うんうんうん。そうか、そうか。そうですね。はちまき制度がなくなったか。うん。確かに。嬉しいです。なんかランク付けを。 ランク付けがなくなった。でもそれっていうのはじゃあ何ポイントいったら、うん、あのじゃあ君のご褒美企画やりましょうみたいなのは廃止されたってことですかね。うんうん、そうあのー、えねえー、<laughs> 要は、うん、これは俺の予想やね。うんうん、やっぱそのうちの養女さんが養女さんがうんあのー、なんていうのな何の基準もなしに、うん、よくわからへん点の付け方をしてたから。 そのんか普通にすぐ100いくっていうあ確かにそう結構そうだから本場はなんかそのあいつ『商店の座布団見たことないんと思うんだけど『商店ってあるやんなんか変なこと言ったら座布団取っていかれたりするやんあ確かで10枚たまったらご褒美みたいなで10枚かなと思ったら全部没収とかがあったりするわけよ あいつずっとなぜか5点刻みで上げていき続けたからさだ <laughs> から今日あかんかったから引くとかやっていいねんけど、うん、あのそういう脳のみそのをちょっとあの <laughs> あのなんか1パーぐらいしか使ってらっしゃらないから <laughs> 99パー寝てらっしゃるからでその辺を言ってんけど、うん、なんかなんか分からへんけどやらへんねんやんか。うんうん、そうで これバブリーっすよねって多分うん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 バカスカご褒美せらあかんくなりますよねって多分おそらく、えー、首脳陣が判断してこれもうやめましょうとなるほどい,いいんですよなんかやめることとかなんかそういうことなんか点数の差でプレッシャーになったりするからうん、うん、いやなくなっていいんですけどえー、だったらあのミユミルカヒナのご褒美企画やりたかったよねえ私一回もやったことないんだよねご褒美企画そうだよねうん。 誰があんねやだよ、ね、なんか多分さやかちゃんとあいみょんだけ、うん、結構あのアスレチック行ってやったりとかフラフープの企画やったりとか、うんうん、してるイメージあるけど、うん、ほんまないよねないなんかうちだ3人で競い合って誰かがもらえるみたいなそれはご褒美企画はやった気がする、ね、すいませんちょっとうちの余女のせいですこれは <laughs> うちの四女が不が斐ないせいでねちょっと皆さんのご褒美がなくなったということです、うん、はい続いてのメールいきましょう続いてはたまご男爵さんです <coughs> 福田瀬戸奥田こんばんは。こんばんは。んんはうん、なんか、<laughs> ハキハキと呼び捨てされましたね。<laughs> えー、先日数年ぶりに実家に帰省したら近所にあった駄菓子屋さんが空き地になっていました思えば子どもの頃駄菓子を買う以外にも漫画を立ち読みしたりストリートファイター2で遊んだりそして遊ぶお金がなくなったら入り口で門限近くまでた,もるたむろったりしてきましたマスター、ま、に青春の場所でした中学高校と年齢が上がるにつれその駄菓子屋からはだんだんと遠ざかっていきましたがいつも実家に帰る時に通る駄菓子屋だったのでそこにいつもある場所だと思っていましたいざなくなってみると、うん、なんだか青春の1ページが破れたような寂しさが感じます 福田瀬戸奥田の3人は青春の場所思い出の場所などあったりしますか <laughs> 敬語は使ってんねんな一応いやーこれ全く同じ思いしました私もこの間え、<laughs> 実家帰って実家帰って <うん S 1> いつも友達と行ってた近くの駄菓子屋さんがあったんですけど <うん S 1> 結構年寄りのおじいちゃんとおばあちゃんがやっててはいはいはいそうなってくるよねどうしてもねそうでこの間帰った時に <うん S 1> あのもう 空き巣になってました空き巣は人が入っとんのよ空き巣なんていうの空き家になってて空き巣はもう泥棒が入っるあもうんかえんかいなくなっちゃったのかなって思って二人とも結構年老いてたからはっきりといなくなっちゃったっていっちゃったのかなって思ってどっか行っちゃったんだろうねはいどっか行っちゃったのかなって思ってすごい悲しくなりましたまあ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  ミルカちゃんの二十代前半でそんな思ってたらこんなもんもう四十超えたらそんなばっかりよ。えそうなんですか。そうそう。もうん、なん全然ない。別ればかり？別ればかりよ。もちろんその間に新しい出会いもあるけど、うん、昔あった子供の頃あったみたいなもんはもうどんどんなくなっていってる。あーそうなんだ。うんうん、すごい今。今光っ今なんか。うん、ビカビカうがって光った。<ー>俺イルミネーションかと思ったら雷だ。<laughs> 樹脂引きまで。うん。横にラブホだったんか思った今。<laughs> <laughs> 昨日 <その S 1> 昨日もやばかった。 ラブホの上の明かりってなんか窓からビカビカビカってるからさなんかそうねいやあのなんか私あの、まあ、そういう思い出っていうか思い出の場所がなくなっちゃってるっていうのはまあちょいちょい経験はあるけれど私「うんうん、あの私バックナンバーが好きなんですけどはい、はい、何の曲か忘れたんですけどもともと立ってた何の花屋が何々に変わっててみたいな歌詞にもなってるぐらいやっぱみんなこういうのってえもく悲しく。 うん,うん、なんて言うんだろう思うんだなって今この文章を見て思ってそうねなんて曲だったっけな聴いてほしいなこの方にこの方にそれでエモい気持ちになってもらって、うん、そうそうそう、うん、なくなって変わっちゃってみたいなだ潰れたコンビニとかが、うん、なんか一瞬急に歯医者とかになったりせえへん、うん、あーありますよねそういうど,どうやんねんとこだけどもなんか ありますよねうちの地元にもなんかお城みたいな形してるあのなんか上の方ギザギザギザしてるもっ元ハローマックねああそうなんだハローマックって何ですかハローマックっていうおもちゃ屋さんああんかたまにその形の構造の建物見るんですけどそう残ってんだよそれが廃者になってたんですよはあガタガタやこれは何の跡地なんだろうそれが子供受けの子供受けを狙って その形にしたのかなわざわざこの歯医者さんはって思ってたんですけどおもちゃ屋さんのおもちゃの城みたいな感じの建物に何か特徴をやってた時代なのよ俺らが子供の頃ってバブルの名残でだから上ギザギザでお城みたいになってんのはもうハローマックででっけえ三角が建物の上にでっけえ三角定規みたいなのが刺さってんのが元アルペンやね。アルペンっていうやろ えー、スキーとかスノーボードとかレジャースポーツ系のグッズが売ってるところで<ー>そ<う>じゃあ親とかに聞いたらああれはもっとそれだよあれアルペンやんかみたいなそうそうなんだそう,そうそう,そう<ー>アルペンアルペンのあとそのアルペンの跡地がよくあのビデオインアメリカっていうレンタルビデオさんになってたわ<ー> <laughs> その三角にもちゃんと塗装してやっててんけど<ー> <laughs> そういうレンタルビデオも,もうサブスクが流行ってもやばいやん、うん、ああそうですよねってなってもうやっぱあの三角が邪魔で仕方ないんやろな <laughs> そのあの看板を塗り直すのに金が相当かかるんやろな <laughs> ええー、なんだろう見たことないかもそのやつは だからもうコンビニになったところとかもあんねんけどその三角の上の方になんかローソンのマークみたいなポンってあったりするまあ置はね高くなるからわかりますいいんやろうけどでもその歯医者のやつギザギザの部分もギザギザの下にちょうど歯がいますもんに綺麗な歯がいますすごいなハローワークなんだっけハローマックハローマック多分40代おじさんたちは「うわハローマックな <laughs> いやー行ったなーって思ってくれてるはずです。<ー>はい。というわけでたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けします。タクイノウエ、星間し水星。あってる。っち町だ。星間市水星。ヤバい。タクイノウエ、星間し水星。3時12分。 へでもやっぱたまにあの形見ますもんね、うん、あのこうですよねこう建物があって端っこにこういうふうになってるやつそうそう、うん、でも全然わかんないかも私もちょっとは歯医者すげえおしゃれだなと思ってたけどちょっと田舎系に行ったらあるけどなそう困難があったのがおもちゃハローマックっていうあそんなんかなへえ<ー>これがハローマックはい靴流通センターとかになるへえ<ー> <laughs> 通り移動センター多いなぁ元アルペンは大好きやけどなえへすごい <laughs> いいねこういうのが元アルペンね <laughs> その大三角で<ー>これがアルこれ結構きついですねきつい元アルペンアルペンいいほら全部このスポーツアルペンっていうのはこういうのがあったのよなドンってやば嘘 <laughs> そう,そ,うえそこに何か入るんですか なこの看板使いようがないから<ー>普通にまあ店舗として台風来たら倒れそうぐらいですねあるべンね薄すぎて、うん、その三角の部分が <laughs> 上の方に飛雷心立ってる飛来心ってあれか雷呼びつけるやつか一番高いとこに来てるからね <laughs>、うん、はい、はい インターヘイム、ネオジャポのファイトフォーザレディオネオジャポリズムの瀬トミルカ福田美優学生室の福田がお届けしておりますさあここからはチャレンジ教学のコーナーです今夜のチャレンジは方言クイズー、うん、おーって言ったら雷がゴーってこれからですねお二人には全国各地の方言の中からクイズを出題します、うんえー、全問正解目指すとともに今後地方で遠征した際に使えるようにぜひ習得してくださいはい、まあ、いいっすよねなんか 方言でね挨拶したら喜んでくれるじゃないですか,確かにきっとうん、うん、それでちょっと覚えておきましょう今回一部の問題はリスナーさんからの情報を元に作成しておりますさあだから方言をまあ僕も知らないのばっかりなんで発音がそれで合ってるかどうか分かんないんですけど、うん、まあその絵は標準語で言ったらどういう意味なのかっていうのを想像して答えてもらうとうん、うん、はいえー、何それ 県を当てればいいってことですか、えー、うんその県も言うし方言も言うからそれは標準語で言ったら何という意味なのかああなるほど,るほどはいまあじゃあ今日は逆に滝沢さんがいないので第一問これでいきましょう第一問高知県の土佐弁土佐弁ですね, <laughs> ですねおっこうな ええ。同時ねじゃないの。ええ、あ、じゃ、あいいですか、早速。おこうな、はい、なんでしょう。おこんなよみたいな。違いええ、ひなちゃんからおこうな聞いたことないの。ないかも。おこうな。おこうなとは言わへんのかな、もしかしたら、若い人。はい。ここに。何かおこうな。前にめっちゃついてるやん、なんか。おこうな自体の意味やから。それが言葉ってことですか。うん。 単語?。単語やね。単語、えー。じゃあ例文を言いましょう。はい。こういうふうに使いましょうと。でも一応例文も。コーチになってますんでね。えー、もう晩ご飯も済んだき。これから出かけるのはおっこうな。はい。はい。やめとこう。あ,<ー>あー、違います。<え>やめとくんですけど。はい。コーナー?お。おここれから出かけるのは、はい、おっこうな。はい。晩飯抜き。 食ったんや。番名書食って、ダメ食べても終わったからこれから出かけるのはおコーナー。置いとこうね。違うな。あ、はい。めんどくさい。正解。おお。そう。奥コーナー。これ奥とかから来てんのか。ああ、なるほど。なんかこう奥って言うやめんどくさいこと。奥それから来てんのかな。ああ、なるほど。奥コーナーでした。コーナー。はい。 ひのちゃんに言ったら通じんのかな。どうやろ。あ、そんなおばあちゃんしか言わんてとかって。なんか。急いそう。ワイルワイル世代は言わんてっい行きましょう。はい。第二問。沖縄です。沖縄。はい。What time? いつとなうみたいな。そうやね。What time? w h What time? そうなんやっていうはいはい。私の時間惜しいえマジ私のは追ってるおってますなんだっけワッターなワッターイムワッターイムワッターがだから私のなんでしょうねでイムイムイムですイムでお願いしますはいはい。私の家わあ惜しい惜しいねワッターはムわかった私の犬 うわ、惜しいねえ惜しいねええ、何あ、はいはい。私の家族。いや、違う離れたえ離れたねえ。はい、私のペット。犬やっちゃうねんなイムイム、イム。なまってるんですよね、だからね。イム、イム。はい、何かがなまってイム。え、犬しか。犬イム の私のこの例文もおもろいねんな何。何ですか。例文<れ>。え。え、アメリカや。what time。<laughs> どういうこと。<laughs> 言うの、これ。<laughs> なんでこんなこと言うの。<laughs> え、どういうこと、え、え、アメリカよ。え。アメリカ、や。はい。私の出身。違うね。イム。イム。ムー<私>じゃなくて、違う豆むめものどれかです。イムーのムーじゃなくて、まあ、ミ、メ、モ、のどれか。 え？あ、私の芋。正解。どういうこと？私の芋をワッタイムって言うねって。なんだそれ？だからえアメリカやワッタイムはえそこのアメリカ人さん私の芋ですって言ってるらえどういうこと？芋って分かんない。悪口みたいな感じ。じゃなくて普通に自分の芋でしょ。芋？芋ってジャガイモとか。どういうこと？私の芋をワッタワッタ何でもいいわけ。ワッタ何々。 いやけど今回は、芋でいかしてもらったよという。ああ、なるほど。じゃあ、ワッタ、ワッターペットとかでもいいんですか。ああ、ペットはペットかまあ、OK、あ<ー>オッケーらしいです。すごい。行きましょう。じゃあ、あ、はい、来たものね。ラジオネーム、夢も未来も奪われそうな、こんな時代でもさんから。<laughs> はい。秋田です <laughs> 変。キャドポンポンズイグナル。<laughs> <laughs> はい。 なんかちょっとあれですね。うん。必殺技には気が気を遣キャドポンポンズイグナル。え？ズイグナル。キャドポンポン。はい。ポンポンってさっきにあポンポン。ポンポン。えそれは。キャドポンポンズイグナル。え？なんか被ってますか？なまってますか？それは。いやもななまったとか別になってるよ別問に。あ別問？うん。え？ そうやな、ポンポンがどこにあんのかが分からへんねんな。マジで分からない分からんな、<laughs> 一応例文見てみましょうか。<laughs> ええー。ええー、由紀子とげてキャドポンポン随分なる。え、本当 <laughs> に、え、何県ですか。秋田県。秋田。秋田の上の方の方言だそうです。 ずいぐなるってなんか、うん、まずくなるみたいな感じなんですかね。えー、違うなんかな。しにくくなるみたいな。なん。否定わからへんね。否定もしてないねんけど。<laughs> ちなみになんか、この方、夢も未来も奪われそうなこんな時代でもさんは。え雪が多く寒い地方は。まあ、死因。母音死因インやビュアー。うん、なんかその、ああ、ああ、まあ、母音やろね。母音にああを使わないことで。 口を開けずに喋れるような方言が多いみたいです、えー、寒いからなんか口開けたくないんやねうんね、うん、<laughs> 湯気ごとげでキャドボンボンずいぐなるっていうみた <laughs> いでしょえど、ー、ういらへん。えー、正解言いましょうこれ絶対無理でしょう、はいえー。春先になれば道が乾くだそうです無理無理無理全然違う無理無理無理 ずーっと雪があるから、<laughs> <ん>春になったらようやく道が乾くよねっていうことで。ええー、キャドトフォンポンズイグナルということで、ね。ですごいな。めちゃくちゃですね。えー、すごいですね。ええー、どれに行こうかな。<laughs> うんお。ラジオネモモもさ,さんからですね。<も>福島県です。アッパ突破。限界突破。 <laughs> 限界をアッパって、ま、すごいものあば間違えです <laughs> アッパ突破アップ突破えっと頭吹っ飛んだ <laughs> 喋ってる場合いいか頭吹っ飛んだのに <laughs>、えー、アップ突破わあ例文はアッパ突破しちゃったーあっえ頭、ー、ふたしちゃった ああまあ、いいか正解ですね。はい。あっぱとっぱ。はい。テンパるとか、慌てる。まあ、あたふたするみたいなことですね。ほんほんほん。ぽい。それっぽい。ね。あっぱとっぱしちゃった。あっぱとっぱ。うん。なんか、より伝わる感じしますけど、ラジオでもひーちゃんさんからいきましょう。いただいたやつ、全部言っときましょうか。えー、問題。えー、福井県。うん。つるつる。つる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 。つるつるはい。 つるつる、あ、えっと、いっぱいまあ満んそうか、まあ、オッケーかえ、そうなんでわかるのなんか、あのコップにあのお水注いだ時になんか、つるつるいっぱいとか言いますもんああ、いう、それ、まさにそれですへー、なみ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 に、つる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 、いいですねうん、じゃあどれいこうかな、あと一問ぐらい、二問 あと一問、えー、いいですね。福岡行きましょう。福岡。はい。問題、うん。奇山クラスぞ。ほほ。奇山クラスぞ。はい。はい。はい、天罰下るぞ。<laughs> そこまで、そこまでじゃないけど、<laughs> 神は手を下さんけど、<laughs> うん。ちょっと違いますね。減骨しちゃうぞ。お、悪くないぞ。えー え、きさん、きさん暮らすぞ。貴様。をぶっ飛ばすぞ。おお、いいでしょ正解。ええ。貴様殴るぞ。やばい。うん。そうなんだ、貴様って、なんかちょっと冗談で言ったんですけど、本当にあった。そう。言うででも。へえ。あの、怒った時。へえ。さん。なゆとてやきさん。へえ。ゆゆ。きさん暮らすぞ。うん。あの。 福岡の結構やんちゃな地域生まれの先輩がいらっしゃってんけど、うん、あのコンビとかトリオがやったかな、うん、でもう多分コンビかんでネタ合わせとかしたらもめたりするやん、うん、だった時にこう喧嘩の流れで多分わあってなって普段普通に関西弁と標準語混じりみたいな人やってんけど、うん、わあって相方に「ブチクラスぞきさん!」って言ってた <laughs> 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 大喧嘩だと思ったん <laughs> <laughs> もう全殴るやんそんなんめっちゃ面白いそうそういいですねいいんじゃないですかこれオタクに使えるのかな果たして使ってみよういいんじゃないなんかキさんってさんキさんちょっとマナー悪いオタクだたらブチクラスだキさんブ福岡でいきなりでもなんかうちら福岡に遠征とか行ったりとかあとファンの方で福岡の方遠征してきたくださる方とかもいるんですよ。 じゃあ、あきさんって言ってみようかな。うん、今度あったら。きさん、また来てくれたんや。きさん、また来てくれたんや。褒め言葉。<laughs> 嬉しいかどうか、知らんよ。<laughs> その、きさんって言われることが、いかに嬉しいかどうか、知らん,ね,んけどね。こちらはね。<laughs> さあ、というわけで、これはもう、どっちも同じぐらい、でも、美ウちゃんの方が多かったですね。<ー>勝利は美ウちゃん。イェはい、というわけで、チャレンジ企画のコーナーでした。はい。 はい、ということで今日最後にお届けする曲ですネオジャポニズムで夢ギアのパラレルまだ雨っすかはいインターヘムネオジャポンのファイトフォーザレディオエンディングの時間ですはい、うん、まあいろんな方言がね,ね学べたところで、うんうん、他なんかいいのあったんかなえ、私いいですか一個問題千葉千葉じゃないです<う>あの私の親、うん が、あの青森出身なんです。けど。青森、へえ。はい、あの単語でいきますね。どんずってなんでしょう。どんず。どんず。食べ物いや、体の部位ですね。どんず。心臓。違う。頭。違う。握り拳。違う。足。違う。どんず。拳。違う。お尻。世界。う ドンズやってお尻親がやっぱおばあちゃんと会話してる時とかおばあちゃんは特にやっぱひどいからたまにちょっとテンション上がってる時とか結構方言が弁がるそうなんやそうだからつがる来ないかなと思ってたけど来ませんでしたなかっっったたたててんですねましさあというわけでここでねおじゃるさんからお知らせお願いします。 はい。日付変わって、明日8月15日は、うん、ネオジャポニズム主催公演合戦を開催いたします。はい、お<ー>ついに。ついに。合戦の日が来たんですね。はい。全170組のアイドルさんをお呼びした過去最大規模での開催で、はい、場所は渋谷エリアのライブハウス9会場にて行います。はい。ネオジャポニズムのライブはコラボ含め、 全部で3回あるのでお楽しみに、はい、はい。そして番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします番組を聞いた感想を SNS の X でポストするときはハッシュタグネオジャポラジオ ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いします、えー、さらに音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョンそして、えー、収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップいたしますそちらもぜひご覧くださいというわけでここまでのお相手は学天速の奥田修二とネオジャポニズムの瀬戸美瑠香福田美優でしたはい。せーの,せーのブチクラス月さん <laughs> <laughs>